チャオ、あっちゃんです。今日はね、ちょっとね、あっちゃんのね、まあ、前回ね、ちょっと前に話した引き寄せの法則っていう話に近いんやけども、面白い話をね、仕入れたんで、みんなとね、共有しましょう。はい、ということでね、今、あなたのね、目の前で起こること、まあね、まあ、何かっていうと、自分が引き寄せてるんやっていう話やねんけども、楽しいことが起こったからワクワクするとか、面白いから笑うってよく言うけど、そうじゃなく、笑ってるから面白いことと遭遇する、ワクワクしてるからワクワクする出来事が寄ってくるってのらしいねんね。で、やっぱりこうシューンってこうネガティブになってると、ネガティブが寄ってくるのね。だからネガティブなこと言ってると、あっちゃんのコメント欄見てもたかんねんけど、あっちゃんがネガティブな動画出してると、コメントがネガティブになってくるね。で、ウキウキワクワクする動画を出してると、やっぱりウキウキワクワクしたコメントが増えてくんねんね。まあ、それと一緒で、で、悪口言うところ行くと、悪口言うやつが集まってて、悪口大会になるでしょ。それも一緒で、で、みんなをこう褒めてるところ行ったら、褒めてる人が集まってくるんよね。そういうことで、結局自分がやってることが引き寄せられていくっていうことでね。だから悪口サイト行くから悪口を言うんじゃなく、悪口ばっかり言ってるから悪口サイトに近づいていってしもて、悪口ばっかりになってくるってことでね。だから悪口言う配信者には悪口言う配信者しか集まらへん。で、人の悪口を言わずに、やっぱり自分の好きなこと、楽しいことやってるところでは、好きなことや楽しいことやってる人たちが集まってくる。まあ、そういうことやね。だから、なんていうのかな、最初からこうね、起こったことを楽しいんじゃなくね、楽しくしてるから楽しいものが引き寄せられるっていう話やねんね。で、なんていうのかな、考えただけでね、ワクワクすることを設定する。要はね、ワクワクすることを、どこにしたらワクワクするのかな、じゃなく、無条件でワクワクすることを設定する。だから、何かをしたい。例えば、あっちゃんは、何しようかな。今は直近やったらランボルギーニが欲しいと。で、ランボルギーニが欲しいんだけど、ランボルギーニがもし手に入ったらどうなるんですかって、わからへん。ただワクワクすんねん。ほら、ワクワクすっぞってやつやでね。うん。でも、本当にランボルギーニこうだから何がすごいのかって言ったら、別にランボルギーニこうだからって、こっからね、東京まで遊びに行くのに、東京までまあ4時間ちょいで行くところを1時間で行けるかって、行けへんわけよ。捕まっちゃうしね。で、ランボルギーニこうだからって燃費が、今キューブがね11ぐらいしか伸びひんねん。まあ燃費悪いのよ、あの子、まあ11ぐらいしか伸びひんねんけども、じゃあランボルギーニこうたらって燃費4ぐらいになってね、逆に悪いというね、さらにね。で、乗りやすいんかったら乗りにくいね。で、何がいいの、わからへん、ワクワクすんのよ。ただランボルギーニが欲しい、それでいいね。だから例えばまああっちゃんね、昔ね、昔の夢はね、レーサーになりたかったよね。じゃあレーサーになったらどうなんの、わからへん。ただなりたいね。それでもええんよね、実現したしね。で、まあ、一時期ね、あっちゃんに Facebook やってた頃に、あっちゃん YouTuber になりたいねって話をしてたんやけど、なりたいねんって言うからなれたんやけどね。で、なんていうのかな、まあそれはね、大きな夢、夢はね、語るべきやね。で、大きな夢を設定したらいい。あちゃんその頃ね、 YouTuber になりたいって言ったものの、 YouTuber ってどのやってなっていいのかわからないし、 YouTuber になったらなれるとも思ってなかったし、あちゃん口下手やからね。で、口下手やから、こう喋んのも苦手やし、シャイやからね、顔出してね、みんなの前で喋るのってすごい苦手やったんやけどもね、 YouTuber になりたかったよ、なんでか知らんねんけども。で、なりたいなりたいって言ってたんやね、 YouTube、 Facebook の友達には。なったらええやんって言われてんけど、いや、それが恥ずかしくてねって話をしとって、じゃあなれへんやんって話をしとって、まあ、そんな話やってんけども、なんでか知らんねんけども、オイルをまあ売るはめになってね、はめっていうか裏のようになってね、オイル売るのに自分売らなあかんと思って、もう勇気を出してちょっと YouTube やってみようと始めたんが YouTube。 だから文字よりも言葉の方がいいやろと思って始めたんが YouTube やねんけど、その YouTube が、あれよあれよっていう感じで、収益化して、収益が増えてきて、オイルの販売のね、利益を YouTube の利益が超えてしもった。だったらもうオイルの仕入れとか在庫とか手間とか考えるんやったら、もう YouTube で喋って稼げるんやったら YouTube がいいかと思ってオイルやめちゃったんやけどね。で、まあ YouTube だけで今食える状態になってるんやけども、今はちょっと収益下がってダメやけどね。まあそんなネガティブなこと言うとったらネガティブが集まるんで言わんときましょう。あちゃんは儲かってるんだよ、ははは
はーって言わなあかんねんね。はい。まあそんな感じでね、夢っていうのはね、大きくいった方がいい。だからこの前もあっちゃんはこの今年中に10万人超えるで収益100万円超えるって言ったら大きな夢を持ちすぎって言われて、ネガティブなこと言われたけど、それは何でかやったらあっちゃんが金ない金ないってネガティブなこと言うてるからネガティブなコメントが集まったんであって、でやっぱりね、ポジティブにそういう大きな夢を持つことってすごいいいことなのよ。で、これってね、例え話、ちょっとあちゃん今日見たサイトやねんけども、例え話で、例えば、原始時代の人間がね、大きな夢を持てって言った時に、原始時代の人間が、私は原始時代に100キロ先まで1時間で行ける車っていう乗り物を作ろうなんて考えへんでしょ。そうじゃなしに、やっぱり原始時代は原始時代に可能性のあるものしか考えへんでしょ。でも今の時代、いろんなテクノロジーが発達してこの時代になってきて、車って当たり前になってきたら、それをさらに上行くものを欲しくなるね。言ってみたら、まああっちゃん、まあそのフェイスブックやった時に YouTuber になりたい、なれへんことはないよね。例えばあっちゃん逆に言うたら、また会社の社長に帰りたきたいな、じゃあ会社の社長になろう、いやランボルギーニ乗りたいな、4000万のランボルギーニが欲しいなって言っても、なんかしたら可能性はゼロじゃないのよね。でも現地時代に原動機すらない時代に車を作ろうなんて思わへんでしょ。でそれと一緒で、やっぱりそのでけへん夢っていうのは人間って見えへんやって。だから、自分はできる限り大きな夢を語るっていうのが一番いいらしいね。だからそれってなんていうのかな、自分がやっぱポジティブなやとそういうことは言わへん、ネガティブになっちゃうとそんなこと言えへんからね。で夢をね実現するには、例えば、あっちゃんがもしランボルギーニ買うた、ランボルギーニ買うたら、ランボルギーニを入れるガレージを建てようって思うやん。だからランボルギーニを買う前に先ガレージ建てようとかね、例えば、東京のマンションを買うねん、東京で会社を作るんやって思った時に、東京で会社を建て作る、でも会社を作るも何もその前にとりあえず東京へ引っ越そうかっていう、そういうね原動力ね、そういう先に夢が叶った後することを先やっちゃうっていうのはいいんだよっていう話やねんけどもね。まあ例えばね、だからもうランボルギーニーあちゃんが欲しい、ランボルギーニが欲しいから、とりあえずランボルギーニのキーホルダー先買おうとかね、買ったらつけようとかね、そんなんでもええねんけども、とりあえず先夢の先を行くっていうのも大事やしね。だからそれしても買えへん人はおるけどもね、もちろんね、それは何かあったら夢に対してコミットが足らんってことやでね。だってさ、人間1000万3000万5000万貯めようと思ったらたまんのよ。でもし貯まったら、逆に貯めようと思ったらね、例えばランボルギーニが今やったら4000万でしょ。4000万ってことは10年で、年間400万、20年で月年間200万、30年で年間160万ぐらい、160、70万ぐらい、貯めようもたらたまるでしょ。170万やったら月に10万ちょいでしょ。貯めようもたらたまらんことないでしょ。それを30年かかってランボルギーニに買うお金を貯めたとしてさ、30年後に目の前に4000万あったら、4000万でゼロにしてしまうランボルギーニに買う、買わへんでしょ。でも実際買おうっていう気になったら買えんのよね。だってさ、例えば1台車を買いました、300万の車を買いました。それを何年乗ろうかな、7年乗りました。7年乗った時に自動車税とか、ガレージ代とか、自動車保険とかなんだかんだかけたら、年間なんぼかかる、税金5万円で、自動車保険が 10万円、行き過ぎ8万円でしょう、で13万円で、10年乗ろう。なら10年で300万の車に、年間20万ぐらいの経費が、車検も車なんから、20万かかったとして、年間20万、ガソリン入れたら20万で効かへんけどね、20万としても、240万かかるでしょ、10年で。で、車が300万やったら500万でしょ。だから30年で産後1500万、1500万あったらそこそこの車買えるよね、フェラーリとか買えるよね。あれ買えちゃうやん。
だってね、そういう計算でいくとね、実際2000万3000万って言っても買えへん金額じゃないのよ。お家買う人もおるし、タバコに捨てる人もおるし、パチで捨てる人もいてるし、そんなん考えるとね、結構無駄遣いしちゃってるんやけども、それを本当に夢にコミットするんやったら買えちゃうんよね。うん、でも実際そんだけのお金を貯めた、一生懸命何年も何年もかかって貯めたお金、車1台買いますか？買わへんでしょ。それを買うか買わへんかっていうのが夢が実現するかどうかやねんね。だから結局夢っていうのはね、持ってもね、不可能な夢っていうのは見えへんわけよ。だから、夢はね、大きく持つ、これも大事ちゃうかなと思うんだけどね。まあ、結局だからね、幸せになりたければね、幸せオーラを出せばいい。だからネガティブになって不幸なオーラを出してると不幸なものしか寄ってこないっていうお話でした。今日のあっちゃんのお話良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。これね、あなたは絶対運がいいっていうお話でした。ではまたね、バイバイ。その言葉でもググってみて、そんな本が出てくるから。